七夕でね、皆さん大切な人に会うことができたでしょうか。星は見えへんかったんか、昨日の夜は。はい、パタカラの話第4回目でございますが、今日はまたちょっと面白いエピソード、今女性を中心に語るとですね、いろいろあるんですよこれもね。小ネタみたいなんで言うと、皆さん食べるために何が必要かって分かりますかみたいなことをよく言うんですよ。そのね、食べる筋肉が弱まりますから、一番食べるのに必要なものは何かっていうと、これまあちょっと哲学的なんですけど、食べたい気持ちですって言うんですね。食べたい気持ちが出るとごめんなさい、唾ができて体の中が食べる用意ができますから、だから食べたい気持ちが大事ですよねっていう話をするので食べたい気持ちなんですっていうのは、言いたいがために、皆さん食べるの何が必要か分かりますかと、まあね、もう普通箸とかさ、いろいろあるんですけど、一番面白かったもう即答で、前におったおばあちゃんが唇って言ったんですよね。斬新やろ斬新ちゃうそうやね、食べたもんボロボロ落ちるもんねって言ったけどもうマジやったからね。それはボケとかじゃないのよ。もうね、おばあさんだいぶ高齢者の方だったんで、唇って言ったのはね、もう俺ちょっと自分で笑ってもちょっとねできんかったんやけど、まあ、笑ってたん俺だけでしたけどね唇はもうわからんかったわ。あとはね、なんかサッカーがなんか盛り上がった時に、やってた時に、ベッカムが、僕誕生日一緒なんでね、僕ベッカムと誕生日も血液型も一緒なんでほぼ一緒なんですよね。まあ、顔もほぼ一緒やし、まあ、違うのは収入ぐらいなんですけどベッカムの話だと、僕誕生日一緒なんですよねって、ベッカムねって蹴るふりをしたら、前のすごい凛とした女性が、私クラシックバレーやってたのよとかって言って、あそうなんですかって言って、まだ足上がるわって、僕が上げてる足に足を合わせてきたんですよ。わかりますかね、 足裏タッチすごいって、後で聞いたらもう90近い高齢の方はすごいですねって言ったら、その時女性、まあ大体女性が多いんですけど、そういうとこ来てくれるのってあれでしょうね。でもパタカラシーンが増えて、女性のパタカラシーンが増えたら、 おじいちゃんジジイばっかりなんでしょうねジジイはあかん、男性のお年寄りばっかりになるんでしょうね。まあおっさん歌ってても面白ないもんね、おじいちゃんが。まあまあそうなんで、こう足上げた女性がいてて、僕結構僕の腰ぐらいやから、座ってる人からいたらだいぶ上げたんですけど、それを見たおばあさん高齢者のね方たちも負けず嫌いになったんか、私もってどんどん上げ出してね、上がらへん人まで上げ出して、いやいや危ない危ないとか言いながら、その時ライブ終わった後も明日っちってみんなで4人ぐらい足タッチをしてね帰ったというバカ不思議な空間がありましたけどね。あとはまあ嬉しかったんで言うと、その前回も言いましたけど、食べ物でこう食べる筋肉を弱っていくと、最初料理を全部刻んで刻み食ってなるんですよ。この辺ではまだマシなんですけど、次とろみ食って、それ全部ミキサーにかけてドロドロになって、もうこうなるとあんま美味しくないんですよね。そうなるんですよ、刻み食とろみ食、そして最後は胃ろうになるんです、飲み込めなくなって。嫌でしょ、なのでそうならないようにねって言ってて、で、まあ名古屋へは行った時には結構、まあ、ボランティアで行かせてもらってたんで、どんどん呼ばれて、リピーターも増えてね、いやその2015年ぐらい回ってた時には有名なパンダとパタからやってくるみたいなポスターいっぱい貼られたんですよね。僕じゃないですけどね、みんなパンダパンダ言ってるんですけどまあそんなんで何回か行ってるうちに、な3回目ぐらいにリピーターで行ったら、こうおばあちゃんがドーンと寄ってきて、普通食に食べれるようになったって言ってくれてね、先生の歌が楽しくてって言ってくれて、まあ、それは嬉しかったですね。まあいろんなリハビリありますから、今いろんなリハビリあるんですよ、何ピューっていう紙風船吹くとかもあるんですけどね、それも結構いいんですけど、ブクブクやるとか、まあまあいろいろあるんですけど、だからいろんなことをやってる中で、まあ、歌も楽しくて、それが続けられて、で普通食が最近食べれるようになってきたっていうのがね、歌ってたからって言ってくれたのがすごい嬉しくて、まさにここがね一番嬉しくて、今まで音楽セラピーとかほらなんかセラピーってこうなんか気持ちの保険でさ、気持ちのことやから、なんか僕から見たらその怪しいと紙一重やったんですよね。この音を聞いたらアルファーファが出るとか、まあ、多分それは証明されてるんでしょうし、その音楽セラピーっていうのもあるからね、
あんまり、僕は分かんないんですけど、だからそこは僕としてはちょっとなんかまだいいでしょって言えへんとこがあったんですけど、まあ、このパタカラでいくと確実に機能維持とかね、機能強化とかになってくるので、まあ、その辺がすごい分かりやすくて、なんか新しいことだなと思ってやってます。でもちろん音楽って気持ちも体も動かすんで、やったリハビリライブやった次の日に昨日は楽しかったって言ってくれた女性がいたみたいで、地方省になるとね、短期記憶っていうんですか、昨日のことなんかを一番忘れてね、50年前ぐらいのことは覚えてても昨日のことは忘れるんですけども、昨日は楽しかったわって一言言ってくれたらしくてね、もうそれがね結構僕の心の支えになってまして、あ、覚えててくれたんやっていうね、昨日のことを覚えてることがすごい大変な人たちが覚えててくれたっていうのがすごい、そういう経験も重ねながら、はい、今日に至ってますんで、まああと2回ぐらいかなシリーズやって、ちょっとぜひ皆さんにこの活動のことを知っていただきたいなと思っています。バッタカラ